あれ？起きたのか、ユキ。ああ、そっか。キリトの部屋でおしゃべりしてるうちに、いつの間にか寝ちゃったんだね。ごめんね、ベッドを占領しちゃって。僕ってすっごく寝つきがよくってさ、どこででも寝られちゃうんだよね。そうなんだな。ほら言うでしょ、寝る子は育つって。たくさん寝た方が元気いっぱいにこの世界を走り回ることができるからね。でも GGO って ALO と違って、むしろ走り回っちゃダメな時が多くないか。物陰に隠れたり、敵の様子をじっと見張ったりとかさ。そうかもね。正々堂々と真正面からバーンとやり合う方が本当は僕向きなんだけどな。なかなかそうはいかないのが GGO の難しいとこであり、やりごたえのあるとこだよね。確かにな、高い戦略性が要求されるってわけか。キリトとかいろいろと考えながらプレイしててすごいなって思っちゃうよ。僕はもうちょっと公園のこと思い出してってよくアスナにも言われるからさ。今日も敵陣にいきなり突っ込んでいっちゃったり、タゲられてるのも気づかず派手な技使っちゃったり。実際の戦場でそんな風に暴れ回ってたら、目立ちすぎてあっという間にやられちゃいそうだな。でもなぜか僕ってば最後まで生き残っちゃうんだよね。まあ仮想世界の申し子ってやつだからかな、我ながら。おいおい、自分で言うかよ。じゃあ明日また暴れ回れるように、今日はもう寝ることにしようっと。え、また寝るのか。言ったでしょ、寝る子は育つって。